山国隊は、幕末期に、丹波国総殿軍山国里で結成された、農兵隊、稲葉鳥取藩に付属士官軍に加わって、母親戦争を戦った。平安共造との木材を供給した伝承を持つ、山国号は、古くより皇室との関係が深く、山国一円は、太公県地まで、金利直轄の荘園であった。しかし幕末には、金利捕虜は、 校内の半分ほどで、村々の所領関係が異なることは、山国の小村が一体となり、山国神社の宮座を堅持していく上で、問題も多かった。そこで名主仲間は、かつての荘園、山国省の時代と同様に天皇から正式に、官位を授かることなどで地域の一円金利ご了下を目指し、宮座の結束強化を図っていた。このような状況の中、 慶応4年1月3日に、蕎麦、伏見の戦いが始まった。間もなく三陰道沈部総督、西恩寺金持ちから丹波に、王政復古の母兵があり、前年末頃から、御所警備などの勤農法施策を練っていた山国では、平安時代以来の皇室との関係と豪中復古の願いから、直ちにこれに応じて、自弁による農兵隊が結成された。農兵隊には、 昭園時代の古霊により四佐他人を置き、第一陣、西軍、第二陣、東軍の二軍が目的別に編成され、両軍が慶応四年一月十一日山国神社に集結し出陣した。東西大総督、有栖ス川の宮たる日と新の京都出陣に伴い、山国隊に一招待統制の指令が下った。慶応四年二月十三日、山国隊の一個招待が、 東山道軍の鳥取藩部隊に加わり、十三番隊として京都を出発した。隊は鳥取藩士川田左九馬が隊長となり、原六郎らが指令士として指揮を取った。残りの隊士は京都で御所警備などに当たった。川田は鳥取藩の伏見、京都ロス巨役を兼ね、一刀流を学んだ人物であり、鳥取藩兵参謀と兼務、原は、 幾野の変の生き残りであり、後、鳥取藩に仕官した。3月、タイは、甲州勝沼の戦いに、加戦した後江戸入りし、翌、4月には、野州、安塚の戦いに参戦した。ここで激戦により最初の戦死者2名を出す。江戸外戦後、5月には、上野戦争で、将棋大と交戦し、ここでも戦死者1名を出した。6月には、 大使のうち9名が大長と共に、欧州へ向け、江戸を出陣し、日立平方に上陸。8月に、相馬中村城に入城し、ここで6名の大使が東京に帰還した。残留した、大長、大使は9月に、渡里城、10月に、仙台城に入城した後、同月東京に帰還した。明治会見を経た同年11月、大は、有ス川の宮の外戦に随伴して、 東京を出発、同月25日、京都に外旋した。明治2年2月18日、山国隊は、大勢の見物人、出迎えの中、古敵を奏して、京都から山国への外旋を果たし、山国神社を参拝した。2月25日には、死者の慰霊祭を行い、辻村に、小根城を設けた。最終的に、山国体は、その活躍とともに、戦士四人、 病死三人という多大な犠牲を出した。また新兵組とともに、軍備自弁のためにできた、膨大な借金は、名主仲間共有の三輪を売り払うなどして賄われ、肝心の宮沢は、維新後間もなく消滅してしまった。しかしこれ以来山国隊は、郷土の誇りとされ、山国神社の観光祭と京都時代祭では、山国隊姿の行進を見ることができる。上記のように、 かつての荘園、山国省の時代と同様に朝廷から正式に、官位を授かるための復活運動を行う際、朝廷とのコネを必要とした。そのため、山国省の名主の中で、代表格の家筋である、水口一之進の実廷、水口正明が、稲葉鳥取藩京都上屋敷のご福所役人、若白長左衛門の養子となって、若四郎左衛門のという人物が京都にいたので、 慶応二年頃彼を頼った。若白白左衛門のの尽力で、翌慶応三年十二月十日、十五石下の官位をいただくことに成功した。水口一之進たちはその後も稲葉鳥取藩邸に出入りしていた。上記のように、慶応四年に一月十一日に、農兵隊、西軍、東軍が結成され、同十八日、西軍が、 稲葉藩が老荒をするが守るに連れられて、山陽役所に出頭したとき、規定の岩倉と美から、諸君は稲葉藩に属して、山国隊と呼びしばらく待機制よと指示された。慶応4年2月13日、山国隊は、東山道軍の鳥取藩部隊に加わって、京都を出発した。一見して、山城国山国と稲葉鳥取藩とは、無関係のようだが、以上のような経緯がある。 京都出陣と統制の前に、藤野一氏は山国隊の隊員を従え、北の天満宮近くにある椿寺前の茶畑で特訓を行った。また、天満宮には毎日必ず敬礼し、出陣の前にも武分長久を祈願している。藤野一氏の息子である牧野正造は、大正六年に天満宮そばに新居を建て、暇ができたら、 山国隊の調整を映画化してみたいと、この正宏に漏らしていた。この年、正宏は父と山国村の藤野の屋敷を訪れたが、そこには重子たちの遺杯を飾った神殿があり、藤野の墓には十五位と刻まれていたと語っている。統制の前、西軍は北の天馬宮近くにある椿寺前の茶畑で軍事訓練を行ったが、その行き帰りの際には、 北の天満宮に敬礼し、出陣の前にも、武運長級を祈願した。外戦後の明治2年2月25日、大岸上就のお礼に、北の天満宮に寄進した石道楼は、今も、本殿北西に堂々と立っている。京都時代祭行列における、維新勤皇隊列の古敵隊のモデルとしても知られる。なお、時代祭が創設されて、数年間は、毎年参列していたが、 その後数年に一度の三列となり、その後不参加となった。そして1920年から京都市中京区の須ザクワの有志により維新勤労隊として三列している。山国隊は西洋式の軍事協連を受け、銃の射撃精度は三村の寮で鳴らしていたため非常に優れていた。また関東を興軍中、彼らの熊毛の先駆けの陣笠姿を見て、 人は、カッパ隊と呼んだという。山国隊の指揮を取った鳥取藩士川田左九馬は、川田昭夫と解明して、京都府第三次件留守法案となり、維新後の京都府政と関わりを持つこととなった。ありがとうございます。